まあ、そのうちこうパカって開けてですね、もう 3D みたいにふわーみたいな現実できるようになるのかもしんないよね。どうも皆様こんばんは、セゴリト3世でございます。さあ今日はですね、アップル関連の新しいニュースを解説していきたいと思います。今日のですね、ヤフーニュースでロイター通信だったかな、がアップルがですね、いよいよ折りたたみですよ、そちらをですね発売するんじゃないか的なものですね。そちらがまあトレンドにも上がっていたので、どういったものなのか、そして折りたたみスマホって何なのかっていうのをですね、まあ、詳しく解説していきたいと思います。あと後半にはですね、新しい認証ですね、そちらも始まったので、そちらも詳しく解説していきたいと思いますよ。皆さん気になってる方、ぜひ動画最後までご覧ください。あと声がね、ようやく戻ってきましたよ。長かったですね。ようやく喋りやすくなってきたので、また元気にですね、たくさん動画出していきたいと思いますよ。ぜひ動画最後までご覧ください。というわけで行っていきましょう。ということで、アップル折りたたみ式 iPhone を開発中っていうね、ロイター通信ですけれども、ハイテク系ニュースサイト、ザ・インフォメーションは7日、アップルが折りたたみ式 iPhone を開発中だと報じた。事情に詳しい関係筋の話として、試作品を少なくとも2種製造している。だからあれですね、無印とプロっていうことなのかな。まあ、そちらで作ってるっていうことですね。開発は初期段階にあり、2024または2025の量産計画には入っていない。つうことだから、2年後ですか、早くても。今年なく2025なく2026年ぐらいですかには出すんじゃないかと。まあ、そういう意味ではちょっと遅れは取ってますよね。 Google も出してるし、まあ、OPPO もそうだし、 Xiaomi もなんか作ってたよねとかっていうのを比べると、まあ、ちょっと遅れてはいますけどね。アイコンを作ったのはですね、まあ、Apple が最初だったりしますけど、その後 Windows がね乗っかってみたいな、開発ってどうしてもですね、真似したら真似されみたいなね世界ですけど、ここ最近ちょっとね Apple は遅れ気味ですよ。この間のね、アップルビジョンプロしかりですけどね。でも話題性っつうのではですね、まあどうしてもアップルが出すとわーっていう風にはなるんでね、まあそれを狙ってるところもあんのかなっていう感じはありますけど、アップルシリコンをですね、作ることによって、設計がまあかなり自由になってきたわけですよ。まあ大きなコンピューターの話だけどね。でも iPad とかにはアップルシリコンも搭載されているし、MacBook Pro であろうと iPad であろうとですね、動かせるっていうことが分かったわけですよ。なので、まあちょっと大きくしてもいけるっていうことなのかなっていう気もするんですよ。かなり高精度なスマホになるのかなっていう感じではありますけどね。でもね、これは結構求められてるんじゃないかなっていうふうには思うんですよ。まあ、特に日本はね、うちの両親もそうですけれども、年を取るとですね、避けては通れない老眼というね、人間が必ず行き着いてしまうですね、近くが見えないということが起きるわけですよ。なのでもどうしてもこういうふうに離れてみるとかですね、物のピント調整がしにくくなるとか、可能な限り大きくしてほしい文字をっていうのはどうしても起きるんですね。僕なんかもう看護師やってた時はもうすごかったですから、患者さんにですね、もうこういった病気なんですよっていうの分かりやすいですねパンフレットみたいなのを、まあ、学生の時とか作るんだけれども、とにかく大きくって言われましたから、小さい文字はマジで見えないから、入院してくる人の中ではですね、 iPad を持ってくるっていう人もいましたよ。その方がブワッと言って細かく見えるからっていう。僕もレーシックしてるけれども、そんなピント合いにくいっつうのはまあ今のところはないし、もしかしたらいつか起きるのかもしんないけどね。そしたらまたね、レーシック的なことをやろうかなと思いますけど、実験で老眼が来たから、他の人がやるかどうか全然置いてて、自分の体にメスを入れて何か変わっていく的なものはまあ躊躇ないんで全然やろうかなと思うんですけど、多くの人はそんなやりたくないわけじゃないですか。だからもうなるべくですね、肉眼で見えるようにしたいと思ってる方が多いと思うんでね、パカッと開いて細かくグッと見られた方がいいのかなっていう。で、結構折りたたみはね、買った人は総じて満足してるんですよね。すごく広く物が見られるっていうのもそうだし、 iPad を持ち歩いてる感じっていう。 iPad ってね、すごく便利で、うちもここにですね iPad Pro ね置いてますけど、ちょっとした時にやっぱ便利なんですよ。自分がね仕事してておんぶしながら編集するとか全然あんだけど、その時に娘にですね、ここに YouTube Kids とかを流しながら自分編集するとか、あとは細かなですね、絵を描くですよね。例えばこの間のディズニーですよね、まあ、今度もディズニー行くんだけど、内部での撮影がね今んとこできなかったりとか、まあいろいろ規約が変わったりとかしてるんでね、こうなんだよみたいなものを説明するときに絵に描いた方が早かったりとかっていうときに iPad Pro って結構使うんですけど、 iPhone でそれができたら早いよなっていう。だから折りたたみ式スマホなんだけれども、 iPad 的なものを期待してる人も結構いると思うんですよ。だから Apple Pencil とかが使えるようなものですよね。
ラクシーとかもあるけどね、こうフッて入れられたりとかするやつあるから、まあ、それでサラサラっとかけるとかね、そういうのを期待してる人も結構多いと思うんで、結構ヒットすんじゃないかなっていうふうには思う。とにかく広いし、折れてもさ、折りたたみ箇所が分かんなかったりするのも結構あるからね、そういう意味ではすごく期待している。どういった世界になるのかなとかね。あとビジョンプロもね、まあ、すごく楽しそうだしさ、まあ、未来をかなり感じる商品が出てきてるから、まあ、そのうちこうパカって開けてですね、まあ、3D みたいにふわーみたいな現実できるようになるのかもしんないよね。ただ周りから何見てるのか全部バレるようになるからさ、正しいものですよね。しかも見れなくなるかなと思いますけど、ソニーとかもなんかそういうの作ってますよね。立体に浮き上がるとかではないけれども、方向によっては浮き上がって見えるとかね、まあ、そういったものもあるから、いろんな技術力ですよねを駆使したものができてくるのかなと。2年後って遠いようで結構あっという間ですから、2023年も1年めちゃくちゃ早かったですから、もう1ヶ月終わってますからね。そんな2024年もね、もう2月入ってますから、近しい未来としてですよ、そういったことができるようになるっていうのはすごく楽しみですよね。絶対買いますもうどういった世界になるかわかんないけど、それがもう一発限りのものであろうとなんであろうと絶対買いたいなと思いますけどね。どれくらい便利なのかとか、まあ iPad でこと足りるやって思うのか、やっぱ iPhone の方が良かったなって思うかどうかわかんないけどね、すごく新しい。あ、そうそう、それでさ、空間ビデオがなんか出るようになったね。こんな風にですね、ビデオをですね、まあ撮ろうとするんですよ。で、そうするとですね、ここね、ビジョンプロのマークみたいなものが出るようになったんですよ。で、ここポチを押すとね、こんな風になるんですよ。まだね、フル HD だけっぽいんですよ。ここね、変更できないんだよね。フレームもね、30フレームで固定なんだけど、これはね、ちょっと前から出てたっぽい。全然気づかなかったですね。なぜならいつもシネマティックで撮ってたから。シネマティックを押すとですね、さっきの画面出なくなるんですよ。で、僕いつも 4K を30フレームで撮るんで、この、まあ、この動画も 4K で撮ってますから、このあんま使わなかったんだけどね。ビデオで撮るってことがあんまなかったら、ここにね、このマークが出てることすら気づかなかったですけど、まあまあまあ、こういうことがですね、できるようになったっていうことなんで、これも楽しみですね。だから早い人はもうアメリカで買ってるとかっていう人もね、結構ね、ツイッターとかでもいましたけど、現実問題、うちはアメリカに行くのが大変ですから全然無理なんで、発売する日をですね、楽しみにしたいなっていうふうには思ってますんで、とりあえず新しい iPhone ですよね、が2026年、まあわかんない、もしかしたらもっとね早くなって2025出る可能性もあるからね。急遽ね、量産計画にぶち込まれる可能性もなきにしもあらず、まあまあほぼほぼないだろうけど、でもそしたらね、そういったものが今度ラインナップとして出る可能性がね、非常に楽しみですよね。そちらも引き続き追っていきたいなと思います。次はですね、新しい認証ですよ。 iPhone の歴代の認証といえばですね、タッチ ID ですね。この辺に丸いのがあって、ポチを押したらシュ入れるっていうものですよ。まあ今でも iPad mini とか、あと MacBook Pro ですよね、そういったものにはしっかり搭載されています。タッチ ID ね、まあ今でも戻してほしいと iPhone にねっていうふうに思ってる人もいると思うんだけれども、一つ欠点があってね、防水性能ですよ。その部分から水が入ってきちゃうからね、まあどうしても防水精度っていうものが落ちてしまうから、フェイス ID にするしかないわけですよ。僕も Android 普通に使えますけど、例えば、レッドマジックですね、とかにも、まあこういった指紋認証ってつくんですよ。登録してんですよ。登録してんだけど、こうやってバッてやるじゃないですか。そう、入れないんですよ、やっぱ。指紋認証っつうのはですね、まあ精度がそんな高くないですよね。Apple のタッチ ID 自体がですね、そんな精度高かったかって言われると、まあそうでもないんだけど、画面のところにですね、こう認証を入れ込むっつうのはですね、やっぱあんま精度がねよろしくないんかなっていう風に思う。で、新しいのがですね、目ん玉ですよ。オプティック ID ってやつ。これは Apple Vision Pro ですねに搭載されているものみたいで、よくねスパイ映画とか最新のテクノロジー映画とか、 P やります、次指紋で P やります、次声でやります、で最後目ん玉でやりますみたいな、40、50とかになってるロックに入っていく映画とかあるじゃないですか。そういう時にな、必ず出ますよね。これはね、メスを入れてもどうにもなるものじゃないから、生まれ持ったものでしかないしね、偶然一致する可能性がですね、100万分の1なんですよ。ほぼほぼですね、合う確率はないですよ。ただこれはですね、まあ Apple Vision Pro みたいな、やっぱこういったものでガチってやって判断しないと、まあなかなかできるもんじゃないから、処理能力もそれなりに必要なものになるから、まあ今後スマホとか iPad とかそういったものに搭載されるようになるかつと、まあかなり微妙、パソコンにもかなり微妙なところかなっていうふうに思いますけど、
ど、高価なものですよね。こういった目ん玉近くよく見えてガチってやるとかっていうものに関しては、そういったものが今後も搭載されてくるのかなと思いましたけど、でもすごいよね。まあ、どんどん認証っていうものですね、ロックっていうものは厳重になってきているからね、楽しみですね。もう僕はもう早く Apple Vision Pro 使いたいなっていうふうに思ってるんで、100歳ぐらいまで行きたいですね。100歳ぐらいになっても新しいテクノロジーにワクワクしたいなと思います。こんなことできるようになったんだみたいな、バックトゥーザフューチャーみたいなね、世界ができるまでなんとか健康にですね生き続けたいなっていうふうには思いますね。それとこの動画が面白いと思った方高評価、さあ皆さん今後あったらいいなって思うものなんですか、ぜひ下のコメント欄に書いて教えてください。つなげまたしたー、じゃおー。